かがり縫いをするときは布の外側が表になるように2枚合わせます。結び目が見えないように布と布の間から針を刺します。縫っていくときは針を前から入れて後ろから出します。これを繰り返します。並縫いや返し縫いと違って針は前から前からと入れていきます。縫い始めと同じように縫い終わりも糸と糸の間に針を出します。ここで玉留めをすると糸端が表に見えません。糸端を少し残して切ります。これでかがり縫いの出来上がりです。表から見ても裏から見ても同じような縫い目になります。布の間に糸端が入っているので表からは見えません。